801ちゃん801ちゃんとは、京都市北区みその橋801商店街のマスコットキャラクターである。2005年末、春菜1221によって、京都の名産品である、カモナスをイメージしてデザインされた。名前の由来は、みその橋801商店街の全長800メートルに、未来へ伸びるようにと、位置を足したことにある。 その珍妙なデザインと801の読みがサブカルチャー用語の八百イと同じであったためインターネット上では大となる。反響に驚いた商店街は解明も考えたが親しまれているのならと生還することにした。2006年4月、同人作家の小島あじこが801ちゃんの外見を借りて当時交際中だった不女子の恋人をネタに漫画を描き始め、 商店街の公認を得て、同年12月に、中出版が、隣の801ちゃんの題名で出版する。2009年10月、有志メンバーによって制作された、商店街公認のキャラクター DVD、隣じゃない801ちゃんを発売。なお、かつて801ちゃんの子供桜ちゃんというキャラクターも、誕生した。しかし、最近は見かけなくなっている。ありがとうございます。